ヒュッカラのライス。1902年の版画。ヒュッカラのライスは、紀元前4世紀の古代ギリシアの高級商婦おそらくは、シチリア島のヒュッカラの生まれであり、テッサリアで没した。同じ名の商婦としては、紀元前5世紀の人物であるコリントのライスがいる。古代から伝聞に基づく間接的な記述において、彼女たち二人はしばしば混同され、 また、いずれに言及しているのか判然としないままとされるなど、二人は密接に結びつけられてきた。ヒュッカラのライスについては、様々な逸話が残されている。例えば、デモステネスが彼女と人夜を共にするのに千ドラクマを支払いたいと言ったのに対して、彼の姿を見た後でライスは、一万ドラクマでなければ、嫌だと値段を引き上げさせたといい。その一方で、ディオゲネスには、 無償で身を任せたという。彼女は、ディマンドラの娘、ないし、アテナイオスによれば、ダマサンドラの娘であった。また、同時代のフルュネとはライバルであった。ライスは、テッサリア人のヒッポストラトゥス、ないし、ヒッポロクスに恋し、彼に連れられて、テッサリアに赴いた。伝説では、テッサリアの女性たちが、嫉妬からライスを、アプロディーテーの神殿におびき出し、 石打ちで殺したのだという。泣きはピニオス川のほとりに埋葬された。ありがとうございます。